次の質問なんですが、はい、GM ゲームマスターとして活動していたことがあり、ことはありますか。もしあればその時のエピソードを教えてください。なるほど。あります、もちろんあります。で、まあ、FF14 そのものは、うん、実はゲームマスターって24時間365日、はい、3シフトを組んでやってるんですけど、はいはいはい、FF14 ではシフトに入ったことはもうなくて、ない、偉くなっちゃった、偉くなっちゃったんですね、はあ、でその前 の, そもそもスクエに入社したのは FF11 をやるために入社したんですけど、はあ、その時は実際、はい、当初はシフトに入って夜中に GM 作業やってたり、た、はい、でその前入社する前はエレクトロニックアーツスクエアって別の会社で、うん、ウルティマオンラインっていう MMORPG の運営をやってたので、その時もゲームマスターをやっていたので、ゲームマスター歴はそこそこ長いですね。なるほど。で、まあ、エピソードですけど、はいはい、まあ、もちろん皆さんよく聞いたことがある、なぜここに呼ばれたか分かりますね、うん、でこれね実際言うんですはいはい、って言ったこともありますし、ほう、14で、うん、皆さんが身近なところで言えば、申請が始まる前に世界が崩壊していきますね、行きましたね、うん、行きましたね。でその時、はい、ウルダハ周辺を中心にですね、こうものすごい強い敵がこうわーって出てきて、皆さんを殺戮して歩いたわけですけれども、はい、あれの指揮を取っていたのが私でございます。あ、なるほど。じゃあ光の戦士連合 VS GM 軍団の総司令官だった。楽しかったあれはすごかったですね。弾幕薄いぞ、モルボルもっと出せみたいなことをしてたそうそう、そういうことです、そういうことです。ははー、まあでもプレイヤー光の戦士は強い。まあね、いくら出しても出しても、まあ湧いてくる湧いてくる。あ、光の戦士が ね、なるほどね宿屋のレリックを持って、はい、ね、駆けつけてきたもんね。のでなるほどなと思って。不思議な縁だよね。俺ウルティマオンラインの時プレイヤーだったんでそうですね、まあ、ゲームマスター、ね、僕が PK しまくってた時にね、僕に PK された人の訴えとかを聞いてた可能性がある。そういうことですよ、はい、まあ、僕は取り締まられるようなことはしてないんで、うん、大丈夫でしたよ。合法です。はい。